乗れば乗るほど感心するんですけどね、一個悲しいのがこのスズキっていうのがこの GSR をその日本に送り出、日本にこう発売したのがですね、日本人のためにあのこういうオートバイやったらあの本当は本当に楽しめるんじゃないかと、これぐらいやったら力を使い切れて、楽しめるんじゃないかで実用性もあるんじゃないかっていうつもりで出したんじゃないっていうことなんですよ。日本人向けに出すとですね、結局そのあのまあクラシックモードであるとかトラッカーであるとかそういう風になっちゃった、そういう風に引っ張ら、そういう方面に引っ張られてたような気がしますね。でまたね、あの僕の方も、まあ、正直言ってあの本当にこう欲しい自分の手元に置いときたいオートバイっていうのはね、本当言うとはもうあのクラシック系のやつがなんかやっぱりいいような気がしますね。自分の手元に置いて相棒にするには、そういう方にねちょっと引っ張られてたような気がしますね。日本のメーカーはで世界に目を向けて世界のやつらがですね、機嫌よく乗れるようなそこでそこに基準を置いて単車を作ったらですね、めちゃめちゃええのができたと。で、それを日本でも売り出してみたと、まあ結構売れたと、人気が出たと、要するに俺なんかはこういうのが欲しかってんということなんですね。そういうこのオートバイですよ。ワインディング高速道路はねもうあのいっぱいいっぱいまで走ってね、エンジン全開まで走ってたんですけど、まあ、ワインディングもね本当にあの心地よく走れます。ほとんどねもうリーンウィズとリーンアウト以外はね使わないですね。ハンドルがあのこの S の場合はその高いせいもあって本当に僕そのあのなんつうかそのアフリカツイン的なオートバイっていうのは乗ったことがないんですけどね、おそらくこんな感じやろうなと思います。非常にワインディングに強いですね。そういう意味ではこのワインディングっていうのもですね、あのスーパースポーツ、ね、SS がですね、140キロで抜けていくコーナー、そういうのじゃなくて、実際のそういうところっていうのはねめちゃめちゃ遠くまで行かないとないですからね。あるいはサーキットとか、ところが現実的にある日本のその山道っていうのは、前から車が来たらですね寄って、狭いとこではですね、ちょっとこうゆっくりゆっくりバックミラーを当てないように、あるいは車やったらバックミラーを畳みながら電動バックミラー畳みながらねこうリグをするような、ワインディングっていうのも非常に多いわけなんですよ。こいつはねそこでも生き生きと走れます。そこでも生き生きと走れるというところがね本当のあの本当に使える性能、あと力がね足りるか足れないかっていうとね俺はもうちょっと欲しいと思います。もうちょっと欲しいんですけれども、結局のところ僕はあのこれずっと乗るたびに全開で走っとるんですよ。で全開で 走るとね、その速さとかね遅さとかね云々はねあんま関係なくなってね、やりきった感が出てね、あの走った感があって、非常にねあの自己満足できるんですよ。あの全部のギアを使ってでエンジンのパワーを使ってエンジン そのトルクが一番その出るところ、馬力が一番出るところの回転数でずっと走るとオートバイはねあの非常にあの満足感があるんですよ。これよりねもうぶっちぎりで速いオートバイはいっぱいあるんですけど、結局そういうオートバイのねただ一つの弱点はね全開にできないっていうことなんですね。全開にできるとこありますよ。高速道路、新東名高速道路やばい道路行けばいいんですよ。ただし新東名高速道路に行かないと全開にできないんですね。この GSR はですね、県道なんとか線で全開にできます。あるいはね前からね、ベルファイアが来たらね横に寄ってギリギリせなあかんような道で全開ができます。結果どういうことか、どういうことになるかというとね、帰ってきた時にいや走ったね走ったわバリバリみたいな感じ気分になれる、その使い切れるっていうところが
いいんですね。でね、そのテクがいるかいるかというところ、テクもいらないんです。なぜかというと、普通にアクセルを開けて走ってると、そこが普通に走ってるそこがですね、あの最高トルクのね出るところ、トルクの盛り上がりのあるところです。つまりね、そこら辺のね、あの一般の兄ちゃんとかね、おっちゃんがね、普通に走ったら一番力が出るところが、そういう低い回転にいいところを置いてくれてるというね、鈴木はやってくれましたね。これね、結局のところ、あのスクーターがそれなんですね。250cc のスクーターっていうのはね、あのベルトで走りますんでね、なんとかこう、あの出だしからね、あの20馬力使えるっていう、これね、それに近いですね。その普通に走っとって、つまり全開バリバリの力を使えるんですよ、このオートバイ。そういう気色良さなんですね。物足りないとこあります、ありますけど、その物足りなさっていうのは実はですね、これはね、超絶法律違反っていうの範囲ですんでね、僕のようにね、この順法精神の塊のような男、あるいはね、ちゃんと道路交通法を守って安全にオートバイライフを楽しもうとしてる人はね、これ以上求めたらね、いけないはずですね、本当はね。あとね、もう一声欲しいんですけどもね、僕はね、もうそこまで言いません。そのあともう一声にですね、15万円払うかっていうと、俺ね、よう払いません。こんだけの走りと、こんなもんでええやろ、適性能と、そしてこのね、あの40万円っていう価格、もうこれね、参ったと言うしかないね。ここのところがね、鈴木の偉いところですね。本当にね、僕はね、これステマとかなんとかじゃなくてね、おすすめしますね、この単車。なんでか言うとね、乗ってておもろいんですよ、本当に楽しいでね、しんどくないから、
川崎がねまたね土地狂ったねオートバイにあのスーパーチャージャーをつけて出すみたいですけれどもね、この GSR に完全に高速道路に頭に高速道路を走ってる時に完全に頭に来た時にスイッチをポンと押すとターボかスーパーチャージャーが起動してですね、短い時間だけれども、212キロまで出る GSR が出たらね、プラス7万円だったら俺は買い替えます。それで最強になるこのオートバイは。